悪魔の市役所殺人事件は、1991年7月11日に発生した殺人事件である。2006年7月11日に控訴事項が成立し、未解決事件となった。1991年7月12日、筑波大学助教授の五十嵐はじめが、同大学筑波キャンパス人文、社会学系 A 棟7階のエレベーターホールで、 視殺されているのが発見され、司法解剖の結果、11日の午後10時頃から12日の午前2時頃までの間に殺害されたものと断定された。遺体の首には左に2箇所、右に1箇所の傷があり、いずれも首動脈を切断するほどの深さでイスラム式の殺し方とされる。また、右側の胸や腹など3箇所に及んだ刺し傷は一部肝臓にまで達していた。 また、現場から大型の血痕や犯人が残したとみられる、中国製カンフーシューズの足跡が見つかった。犯人はエレベーターの使用を避け、階段で3階まで降りて、非常階段から逃走しており、その後の消息は用として知れなかった。イガラしは、1990年にサルマンラシュディの小説、悪魔の歌を日本語訳している。1989年2月に、 イランの最高指導者、ルホンラー・ホメイニーは、同所が反イスラーム的であるとして、ラシュディア発行に関わった者などに対する死刑を宣告するファトワーを発令していたため、事件直後からイラン政府との関係が取り沙汰されていた。15年後の2006年7月11日、真相が明らかにならないまま殺人罪の控訴事項が成立し、未解決事件となった。 外国人犯人説が有力なこの事件では、実行犯が国外逃亡したと仮定した場合は、控訴事項は成立していないことになるが、茨城県警察は、証拠品として保管していた被害者の遺品を、いがら市の遺族に返還している。視察後、イスラーム新聞サラームは、イスラーム教徒にとって、朗報とのコメントを掲載しており、 シーアハイスラーム教徒によって殺害されたという見方が一般的となっている。CIA の元職員、ケネス・ポラックはイスラム革命防衛隊の対外工作、テロ活動などを行う特殊部隊、ゴドス軍による犯行を示唆している。目撃されやすいエレベーターホールで襲撃したのも見せしめのためと判断した。また、 週刊文春1998年4月30日号は、悪魔の歌、いがらし女教授殺人に、容疑者不上との記事を掲載。同志が入手した治安当局が容疑者を特定していた極秘報告書によると、事件当時、東京入国管理局は、筑波大学に短期留学していたバングラデシュ人学生を容疑者としてマークしていたという。この学生は、 イガラシの遺体発見当日の昼過ぎに成田から帰国しているがイスラーム諸国との関係悪化を恐れる日本政府の意向により捜査は打ち切られたとしている。捜査中、学内のイガラシの机の引き出しから殺害前数週間以内と思われる時期に書いたメモが発見された。これには段の裏の戦いに関する4行詞が日本語及びフランス語で書かれていたが4行目の 段の裏で殺されるという日本語の段落に対し、フランス語で階段の裏で殺されると書かれていた。このため、イガラしは自身に身の危険が迫っていたことを察知していたのではないかと、する憶測が生まれた。一方、イガラしの悪魔の歌は文学的価値が素晴らしいので翻訳するという説明が、イスラーム世界に通用しなかった点。 在日パキスタン人協会の長からの死刑宣告を単なる脅かしと理解してしまった可能性がある点、警察の保護を断った点など、いがら自身の甘さも指摘される。ありがとうございます。